はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、パパでーす。今回なんですけども、こちらですね、3つあります。はい、以前ですね、01の、コレクション、なんだガシャポンコレクション、なんか、ディケードだったかなとコラボしてた時のガシャポンのやつ、ギア系のやつだったと思うんですけど、すいません、正式にはわからないです。後でちょっと確認します。のガチャガチャ3つ3回やったやつのですね、やつが部屋に転がってたので、それを開けていきたいと思います。はい、じゃあ早速開けていきたいと思うんですけど、はい、緑から開けていきます。これはなんだ？何が入ってる？ゼロワンドライバーかな。だね、秘伝ゼロワンドライバーって書いてある。全4種。全4種だったのか。ゼロワンドライバーとアタッシュケース、ヒューマギアモジュール、ライズフォン、絶メライザー、なんだ。ディケードのカメラだね。すいません、ちょっとね、花粉症で声がおかしいんですけど、ご了承ください。今回はですね、久々に iPhone で撮ってます。たまには iPhone で撮ろうかなと思ってね。これで確かできよかったんですよね。なのでちょっと楽しみではあるんですけど、これすげえアタッシュケースすげえじゃん。え、これ開くの？あ、開く。うわ、すげえ開くやん。すごいすごい。あ、でもこれあんまやりすぎるとバキっていっちゃうな。すごい。この台座か。台座ね。組み立てて、これこうか。ゼロワンドライバーってやつだね。立て方がよくわからんけども、これをこうやってつけて、これでいいのかな。はい、こんな感じかな。で、これがプログライツキー。プログライツキー、ちょっと待ってね。はい、ニッパーです。ゴッドハンドのアルティメットニッパー。めっちゃ高いやつ。5000ぐらいするやつ。めっちゃ綺麗に切れるはずなんですけど。最近さ、年のせいか細かいのが見づらくなってきてね。悲しいよね。はい、ゴミはぽい。これ刺さんないでしょ。刺さんの、刺さ、お、刺さるじゃん。はい、来た。で、こっちはこっか。って入れて、これで、ね、収納できますぜっていう。こっち、こうかな、こうかな。逆かな。どっちだろう。こうか。これね、こうね。こんな感じと。めっちゃこぼれてる。もう一つ目はね、これゼロワンドライバーと。はい。まあ、とりあえず置いときましょう。で、二つ目。ピンクいきます。ピンク確かディケードのカメラだな。やめとこう。こっち。ヒューマギアモジュール。
これね、結局ね、買っちゃったからね、ヒューマギアモジュールね。最初は買うつもりなかったんで、パソコンでいいかなと思ったんですけど。で、結局この時だけしか買わなかったし、この後は買ってないしね。今、セイバーのいろいろ出てますけど。こういう風な作りなのね。お、難室でございます。つけるんだろう。説明書あるかな。説明書書いてあるのかな。書いてない。書いてない。わからないじゃん。え？え？ヒューマギアモジュール。本来だとこれ。本当はこうなってるはずなんだよね。こうね、なってるはずなんだけど、つけらんないから、これ予備パーツなのかな？はい。というわけで、じゃあこれで、暴走してない普通のモードのヒューマギアモジュールですね。これは、ゴミかな？ゴミだね。はい。で、最後に、こちら。これがうちの嫁さんが欲しがってたディケードのカメラ、二段レフね。高いからね、これね、買うとね、実際プレネついちゃって、つかさずカメラって、つかさって読むのか、あれで。紐なんだね。すげえ。これね。よくわかんないけど、はい。これだけ以上ですね。並べてみましょうか。本当はもう一個なんだっけ。絶命ライダーか。まあ実物持ってるしいらないやってね、なってね。回さなかったんですけど。感じですね。はい、3つ並べて、ちょっと低く視点変えましょうか。お、立てた。はい、こんな感じですね。とりあえず3つ並べてみました。まあできんじゃないですかね。ヒューマギアモジュールはまあこれはもうしょうがないとして、あとゼロワンドライバーのメッキ部分もしょうがないとして、この二眼レフに関してはできいいと思います。可愛い右に一番になってるんじゃないですかね。はい。まあでもこれは本当もう一番最初の頃出たアイテムなので、今はもうガチャガチャでは買えないと思いますけど、もし気になる方がいらっしゃいましたらですね、ネットで調べてみてはいかがでしょうか。はい。というわけでですね、まあちょっとどれだけの方が見てくれるかわかりませんけども、これでとりあえず一本の動画にしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価ですね。いただければと思います。あと YouTube 専用の Twitter アカウントと Instagram のリンクですね、トップページの説明欄に貼っておりますので、そちらの登録もぜひお願いいたします。ではまた次回この動画でお会いいたしましょう。さようなら。花粉症つらい。